前回はズームズームでしたね、うん、ズームは難しいんですよ、うんうん、分かったでしょ。はい、ズームレンズで夜かカメラごと、うん、そうそうそう、それをまあズームの話と、はい、もう一つね覚えてほしいのは、はい、これってこの前回説明しましたけどカメラが動いてる、うん、はい、一番難しいのはカメラを動かしながら移動撮影、はい、これがその移動撮影の典型というか一番難しいパターン、うん、やっていただけたら一番いいんですけど、はい、これは公園の中の並木ですね、はい、バラ園のこちらに一人ずっと歩いてきてます。あなたが歩いてきました、うん、はい、これはなぜ切り替えるかっていうと前も言った通りフィックスでもってここですね、うんうん、マナが咲いてます、そこの真ん中を歩いてきます、うんうんうん、これを本当に言うとこのワンカットでもいいんですよ、この広い小さなサイズでもね、はい、これわざとまあこうやってこの次の瞬間まあ、撮影2回手間かけてるんだけども、これ、まあ、つまりここにいるあなたであるっていう強調する意味でサイズを変えて、ダイロングネと次のこうウエストショット、うん、でこれは別に移動でもなんでもないカメラ固定でもいいんですけどね、だから覚えておいてほしいの、後で説明します。移動撮影の時にいきなり移動で終わっちゃうと画面が安定しないんです、説明は分かりにくい、だから最初でも後でも一回こうやってフィックスで持って歩いてますよっていうのを最初に見せるわけ、今歩いてるでしょ、うんうん、で次の瞬間にただ欠点としてフィックスで撮ったりすると、はい、歩いててまあせいぜいこういうバラがあるの見えぐらいしか分かんない、うん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 、全体行ったら分かると思うけど、はい、この周りみんなバラだらけ、バラでしたね、素晴らしい、綺麗でしたの感じが撮れない、うん、じゃあそれどうやって撮るかって言った時に最初のフィックスで歩いてますよ、次の瞬間一番難しい撮り方になりますけど、これを横から撮りましょう、うん、これがそうですね、あ、うん、これ難しい、一緒に動かして、うん、しかもこれねここ途中木がいっぱいある、はい、ああそこどこまで、そうだって途中消えちゃうじゃないですか、そうですよね、うん、でこれをまあできるだけ歩き歩調を合わせながら撮って、うんうんうん、で歩調を合わせるのはいいんだけど、はい、一歩今のところこっちに神経いっちゃってカメラこうなっちゃって、そうですよね、難しいことは難しい、うん、ただまあこれはある程度慣れればできるかもしれないけど、今言いたいのはそんなに高度なテクニックの話じゃなくて、はい、うんうん、照明だけじゃわからないでしょ、横から撮るとここですね、ここから正面、はい、横をバラはありますよね、こっちもバラありますよね、の中を歩いてますよねっていう感じを出すために移動するといいですよねってこと、これをやるとこうなんかあれですよね、バラがたくさん咲いてることもそうだし、そうそうそう、この長いそうで距離感も伝わるって、でこれは私はよくアマチュアの人たちに、はい、プロの真似事みたいな形で撮れたら面白いよっつってご指導してる、普通じゃそんな簡単に撮れない、なんか歩いてたら手ぶれしちゃいそうですね、まあ、普通だからまあおすすめしない意味合いだけやってみるといいんですよ、こういう広い空間を描くためにね、はい、これはご存知のテレビドラマとか映画だったらこっちスタッフ何十人もいてレール引いて、そうですよね、結構走ってるの見たことあります、うん、あの世界だから、それは一人でやるんだからほとんど無理余裕はない、うん、ただまあやれたらやってみて面白いですよ、うん、確かに、で移動撮影の天気みたいな、うん、そうですね、でこれねもっとちょっとわざわざ複雑なことやってます、今こう横で歩いてるでしょ、はい、でと向こう側に歩いてるんですよね、で途中からですね中にこうずーっとさ、後ろに俺はね下手したら下の足元を引かれちゃうと思うんですよ、高度ですね、これはなんかわざとこうやって絵をちょっとこう披露してるだけで、まあ真似してもらえたらいいかなみたいな、うん、でねちょっともう一つ今入れた中で、はい、こうでしょ、ここ歩いてここ実は階段なんですよ、こう入り口になって、うんうん、それでそこから追っかけてるんですよね、中に入るようにね、うん、こういうでしょ、そうそう、ちょうど歩いてる階段の後ろ側になるのね、うんうん、こういうこの時カメラこうなっちゃう可能性があるんで一番危ないんだけど、うん、まあこれちょっと
趣味として練習すると面白いかもしれない、うん、それでですね、こうやっていくと同時にさらにこのバラがいっぱい咲いてるって素晴らしさを見せるために、はい、ためにこうやってやるでしょ。途中にね、インサートをこう入れる。あー、バラの角度を見た目、うんうんうん、当人が見た目をこうやってやって戻すと、こうやって、あ、まあ、本当にバラだらけの中が出てます。彼女はこういう景色を見てるんだろうなっていう意味のカットを入れた。で、最後こうやって最後まで追っかけ回さないで少し途中で押さえてフィックスにしてやる、うん、同じ動画の中でもここからグラフィックスにしたんですよ、カメラをね。で、人だけ送り込む方が落ち着いて見える、うん、最後までずーっと一緒になって移動していくと切りにくくなるんですよね。あ、うん、まあ、そういう移動の場合は前後は止めるか、うん、違った止まったよう関連したやつをつなぐか方が落ち着いて見える、うんうん、でその先行って歩いた先にこれがあるとこの近くにいますよねっていう感じの、うん、移動は難しい、難しい、でもできると面白いよっていう。そう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 、ね、うん、だからそこら辺難しいんだけど、やるんだったらそういった意味、移動して何と何を見せたいからこうするんだっていう理屈のもとにやらないと、よくあるね、パパママが子供を撮るときにやったらと思って追っかけますよね、まあ、で結局何がたまってもう見にくくてたまりませんっていうのはそこができて、移動にはそれなりの目的を持ってやる。なるほど、その前後のカットも大事だったんですね。そうそう、フィックスにとって締めてもらって、さっきのパンダなんとかはまあ、はい、必要あるんだけど、移動はものすごく意味を持ってやらないと負けがかかるんですね。だからもう一つ簡単な移動ですと、これはそうですね、あ、これは前も話した通りフォローですよね。フォローですね。これ一緒になったらカメラ移動させた後移動撮影なんですけども、こういう公園の真ん中の噴水がありますよね。で、これ今そこの噴水で歩いてるのがあるでしょ。これはね、もう移動撮影で一番典型的、これはついてて、うん、このサイズでこうやってやってる分には今の公園の周りが出てるなって分かる、うん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 、でね、この時のコツ、はい、移動撮影の時に絶対起きちゃうのはカメラこうあまりファイナーイブ見てないじゃないですか、うんうんうん、そうするとね、被写体がこの中で一体されちゃう、あ、これがこっち行っちゃったりこっち行っちゃったりするんですよ、移動の場合、どうしても自分の思ったと歩きながらでしょ、うん、周りも見てるでしょ、はい、それ注意しないと足引っ掛けちゃったりするから、そうですよね、いろんなところに集中してるから神経はあちこちで取るんですが、はい、絶対忘れちゃいけないのは、まあ、このサイズ、はい、今全身写ってるので、はい、全身で撮るんだったら全身停止でできるだけ真ん中に持っておく、うん、それが一番見にくくならないこと、うんうんうん、でもし、はい、こうやっててこっち来ちゃったんです、うんうんうん、これ撮影して来られちゃったんです、うん、そしたらね、慌てないでこっちを横にしたら横した状態でしばらく追っかけながらこうまた戻し、これをやらないと、ああ、ああ、そうなんってなっちゃうと、ちょっと、おかしくなっちゃいますね。これ移動撮影の、ね、一番難しいところ。それからさっき言ったように、前後は、なんかこう、シートを落ち着いた絵を挟んでやると、まとまるな。そう、ずーっと、で、これからこうやって進まるようなシーンを持ってみれば、さっきの移動とつながるので、この間これやりましたよね。そうですね。移動ってそういうものなんですよ。うわ、どうしてもここだけは広さ出すためパンが必要だなって逆に分かる。ああ、どこでこのいろんなテクニックというかそれ使うかが、うん、考えて使うか、ああ確かに、うん、だから今までお話した話は、はい、うん、ここはどうしてもこれが必要だなって分かる、そろそろそれが身につく、確かに、うん、そうやって勉強してくれるといいのかな。本当ですね、まずフィックスでやって、それからパンダズームだなと。そうですね、移動は最後だった、移動は最後で、うん、はい、ということです、はい、はい、ありがとうございます。